ですかって聞かれた時に、なんか自然に私が問いかけるために来てるんじゃないんですよね。自然が私に問いかけてくる、心に響いてくる言葉なんですよね。この風景全体がそうですし、今鮭がまた登ってくる大きな顔音がしましたけれども、そういった全てのこと、音も風も、あるいは今私の目の前を走り抜けていく母熊ですね、この熊たちも私に対して問いかけているというふうに思うわけです。朝焼けと熊を取りに朝5時過ぎにこうキャンプサイトを出発したんですけれども、それから2時間ぐらい過ぎますと、もう突然北風に風が変わってこのような雨になるんですよね。まさにこのアラスカの天気ってのはあっという間に変わる。熊たちもですね、こういうふうに雨が降ってきて風が強くなるぞっていう時になると、ブッシュの中に入っていきます。こういう天候一つ見てもですね、まあ、今朝の朝焼けを見て、あ、これだけ朝焼けが綺麗なんだから綺麗に晴れるだろうと思うのが人間の希望的な観測です。明日の午前中どうでしょうか、9時10時ぐらいまではこの環境だと思いますけれども、まあ、その中でワインを飲みながら時間を過ごす、まあ、雨にももちろん言葉がありますし、雨の中で過ごす時間にも意味があるというふうに私はいつもこのアラスカに行くたびに思います。はい、行きましょう。鮭がいっぱい登り始めたところで、ありがとうございました。
最終日、撮影最終日なんですけれども、昨日まで静かだった川がこんだけ変わります。今ストロークは流れじゃなくて全部鮭が残っております。まあ、今日がそのスタートですね。ビッグランのスタート。もうおそらく何万尾という鮭が今湖の方に登っていっている最中です。これだけのいい環境になりますと、争うことも全くなく自分たちのポジションの鮭を取り続ける。このビッグラン見れる時と見れない時があるんですけれども、今年はこの撮影最終日の明日の朝早く立ちますけれど、偶然ではないですよね。必然的にこの風景を見ることができた。本当になんか至福の瞬間だなというふうに思います。ボイルドウォーターと言います。鮭が登っていく状況がまるで水が湧いているのように見える。しばらくこの小川の入り口で体を慣らして、で生まれ故郷の沼の方、湖の方に入っていくんですよね。でその体を慣らしているうちに川の香りを自分の子供たちに、つまりお腹の中のイクラの DNA に私は刻み込むんじゃないか、そうも思います。でそのぐらいこの鮭の塑像というのは本当に神秘的で、まあ、熊たちとの真剣勝負みたいなところありますね。食物連鎖の今この連鎖外に置かれた存在なんですよね。ところがこの食物連鎖の拉致外に私たちが立っているという状況が、ある意味では私たちが物に対するありがたさですとか、この今に対する大切さ、恐れ、畏敬の念を持ったり、まあ、そういうことがなかなかできなくなっているという現状があるんだと思います。自然ってのは本当にすごいもんだなと思いますし、自然が持つ恐れ、そういったものに僕たちはやっぱり目を開いていかなければいけない。だいたいこのハードなツアーってのは2025年までだなというふうにこう決めています。35年このアラスカに来続けてですね、こういう旅というのは危険がつきものでありますので、無事に終わったなっていうプリオドを一度打ちたいというふうに考えています。私はどんなことも何かプリオドを打つことが大事だと思うんですよね。でプリオドを打つってことは次のスタートに備えるという意味でもあるわけです。Thank you.
Yeah, of course. I'm hoping that we could possibly travel to other places together, right? I moved to Hawaii. I lost my desire to like travel all over the world. You know, I had just a lot of desire to go everywhere, see so many places. Now I don't have that, but still, I would still like to go one or two places with Sato-san. Yeah, yeah, on a, some kind of adventure, yeah. Different part of the world. その日々これ新たっていう言葉が好きで、その再現性がない中で人間何かに頼りたくなるから、変わらないものが欲しくなるわけじゃないですか。でそれはそれでいいんだけれども、じゃあ変わるものは何かって考えなくてはいけなくて、自然はどん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 変わっていくし、世の中はどん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 変わっていくし、全てものは変わっていくじゃないですか。そうすると自分の中で変わらないってことに固執することは全ての原理原則に反するってことだと思うんだよね。人間ってやっぱり未来を考えられる生き物なので、未来を考えることが昨日と同じ今日を作らない絶対だと思うんだよね。